どうだ、ショートの上、畠選手プロ入り初ヒットはタイムリーヒットになりました。プロ初ヒットに初打点、この大事な一戦は畠選手の日か。インコースに構える、どうだ、ちょっと真ん中に入った、フラフラと上がっている、前進守備の上を越えた、詰まりながらも小林結婚一滴、センターへのタイムリーヒット4対0、4点目がジャイアンツに入りました。さあ、ボール1個上なんですよね。あ、ちょっとそうですか。うーん、まあ、バッターさんよく打ったっていうことですよ、詰まりながらね。何か WBC を思い出すようなそんな小林のしぶといヒットになりました。本当にボール1個の勝負だと思いますよ。手を叩いて喜んだのは高橋監督。これで畠は続投になりました。ここ代打出しませんか。何しろここまでノーヒットピッチング、ランナーをフォアボールで出してはいるんですが、ノーヒットピッチングの畠です。打ってきます。三塁ランナーは長野、満塁です。ワンアウト満塁、先ほどよりは内野はちょっと下がって、空振りです。考えづらいですもんね、外野フライもね。まあ、ただこの畠がたとえ三振であったとしても、この後は1番の陽大か。おっとファウルです。打席の畠と、そして浜口というルーキーの先発で始まったゲームは、小林のしぶといタイムリーが出まして4対0、同率3位の対決はジャイアンツリード、なおもワンアウト満塁です。まだプロ入りしてヒットはありません、畠選手。犠打が1つ、まだ打点もプロに入って挙げたことはありません。どうだ、ショートの上、畠選手プロ入り初ヒットはタイムリーヒットになりました。プロ初ヒットに初打点、この大事な一戦は畠選手の日か。オレンジ色が入れています。いや、見事ですよね、ここで打ったよね、初めてですからね。インサイド構えたのが外側に出ましたもんね。まさにナイスバッティングですね。なんとか当てようとしたっていうところですからね。はい、この必死の表情。いや、井端コーチがもう満面の笑みです。な
なおもチャンスが続いて打順が1番に帰っています。手を叩いて喜んだのは高橋監督。これで畑は続投になりました。あ、これ代打出しませんか。何しろここまでノーヒットピッチング、ランナーをフォアボールで出してはいるんですが、ノーヒットピッチングの畑です。打ってきます。三塁ランナーは長野、満塁です。ワンアウト満塁。先ほどよりは内野はちょっと下がって空振りです。考えづらいですもんね、外野フライもね。まあ、ただこの畑がたとえ三振であったとしてもこの後は1番の陽大か。おっとファウルです。この打席の畑とそして浜口というルーキーの先発で始まったゲームは小林のしぶといタイムリーが出まして4対0。同率3位の対決はジャイアンツリード。なおもワンアウト満塁です。まだプロ入りしてヒットはありません。畑選手犠打が1つ。まだ打点もプロに入って挙げたことはありません。どうだ、ショートの上、畑選手プロ入り初ヒットはタイムリーヒットになりました。プロ初ヒットに初打点。この大事な一戦は畑選手の日か。オレンジ色が入れています。大事な一戦は畑選手の日か。インコースに構える。どうだ、ちょっと真ん中に入った、フラフラと上がっている、前進守備の上を越えた。詰まりながらも小林結婚一滴、センターへのタイムリーヒット4対0。4点目がジャイアンツに入りました。ボール1個上なんですよね。あ、ちょっとそうですか。うーん、まあ、バッターさんよく打ったっていうことですよ、詰まりながらね。何か WBC を思い出すようなそんな小林のしぶといヒットになりました。本当にボール1個の勝負だと思いますよ。手を叩いて喜んだのは高橋監督。これで畑は続投になりました。あ、これ代打出しませんか。何しろここまでノーヒットピッチング、ランナーをフォアボールで出してはいるんですが、ノーヒットピッチングの畑です。打ってきます。三塁ランナーは長野、満塁です。ワンアウト満塁。先ほどよりは内野はちょっと下がって
考えづらいですもんね、外野フライもね。まあ、ただこの畑はたとえ三振であったとしてもこの後は1番の陽大か。おっと、ファウルです。この打席の畑とそして浜口というルーキーの先発で始まったゲームは小林のしぶといタイムリーが出まして4対0、同率。